ペンザンスは、イギリス、イングランドのコーンウォールにあるタウン、行政教区、港である。コーンウォールにある、大きな町としては最も西に位置しており、プリマスの西およそ 120km、ロンドンの西南西約 500km に位置している。マウンツベイの内側に位置し、南東側に、イギリス海峡があり、西には、漁港の入林が、北には、行政教区のマドロンが、 東には行政教区のラジバンが隣接している。ペンザンスは温帯気候に属し、グレートブリテン島のほとんどの地域よりも穏やかな気候となっている。1512年以降多くの直居を得ており、1614年に独立した都市として設置された。人口は2001年の時点で2168人である。ペンザンスはコーンオール語で、 聖なる岬という意味で、ペンザンス港となった地の西側の岬に千年以上、前に立っていた大アントニオス教会の位置を示した、ものである。1930年代までは、町のシンボルにもこの歴史が反映されており、切断された先例者、ヨハネの聖なる首が使われていた。今でもペンザンス市長のレガリアや町の中のいくつかの、重要なランドマークに見られる。 イギリスのモン・サン・ミッシェルと呼ばれるセント・マイケルズ・マウント・グレート・ブリテント全土からは緑色岩で作られた戦士時代のグループ1として知られる石符がおよそ400見つかっており岩石学の分析によりこれは西コーンウォールさんであることがわかっている採石場はまだ確認されていないもののペンザンスの海岸からおよそ半マイル沖に沈んだギアと呼ばれる岩盤が その地であるかもしれないと指摘されている。グレートブリテン島のあらゆる場所で多くの量が発見されることがかなりの量の取引が行われていたことを示唆している。ペンザンスにおける最も古い居住の痕跡は青銅器時代のものである。パルステーブ、槍、ナイフ、ピンなどの多くの青銅器が多くの陶器や木炭などとともにアルバートンの西のトレダーバーで 新しい建物を建築する際に発見された。レスキュージャック要塞として知られる防御用の土類は、まだ発掘されていないもののほぼ鉄器時代に属するものとされる。一重の城壁が丘の上部の三栄ー,ーほどを囲っており、東からこの地域への通行を支配している。1730年の時点のウィリアム・ハルズの報告では、これ以外に城壁がある兆候はなく、 この場所は、今では、家庭菜園付きの家に囲まれている。ペンザンスの西のマウントミザリーには、城壁と堀の跡があり、セントジャスト通りの上のリーシンギーにある楕円形の、城壁と堀もあって、レスキュージャック要塞と共にペンザンスを呼び、入林の海岸を監視している。近年に至るまで、ローマ帝国が、初期に短期間コーンウォールを支配していたこと以外には、 ほとんど根拠と言えるものがなかった。ナンスタロンにある要塞が、西暦54年から80年まで占領されていた。近年カルストックに、ローマ時代の要塞が発見され、またレストオメルのノーマン城付近の複合施設、跡などから、西暦54年から3から4世紀頃まで、東コーンウォールをローマが占領していたと、暫定的ながら受け止められるようになっており、 かつて考古学者が考えていたものより、ローマの占領は大規模なものであったことが判明している。今までのところ、ペンザンスにおけるローマ人の証拠は以下の3つだけである。1899年8月に2枚のウェスパシアヌスの効果がペンザンスの墓地の古い溝の中で発見された。この効果は、牛の骨と共に地面から8フィート下に埋まっていた。現在は、 ペンリーハウス博物館にある。1934年にアルバートン地区から発見されたものはコンスタンティヌス一世時代の硬貨とされており、やはり博物館に収められている。2000年頃に3 0ト、mm、ルの一枚のセステルティウス硬貨がペンザンスの建物の後周辺で見つかり、王立コーンウォール協会に送られた。 ポール地区のマラザイアンマーシュ及びケリスでは大量のローマ時代の硬貨が発見されているが、近くのチョイソースターは、この時期ローマに占拠されていたものの、ローマ時代の植民地がこの地域にあったという証拠はない。ペンウィス地区には古代の中心地コナートンがあったが、現在はグーイティアンのグーイティアントワンズの砂の下に渦漏れている。ハンドレッドは、 サクソン人の行政単位で、さらにティッシングスに分けられていた。64コーニッシュエーカーの面積があるアルバートン荘園は、ペンウィスの2番目に大きなティッシングに名前を残している。この荘園には、マドロン、ポール、セントベリアン、サンクリードなどの一部が含まれる。ペンザンスは、ドゥームズデイブックには記載されていないが、おそらくこの地域も含まれているものと思われる。 ドゥームズデーブックによれば、1066年に、アルワートン荘園は、アルワードが所有していたが、ウィリアム一世の腹違いの兄弟、ロバートに奪われたとある。アルワードとトンという、個人名に、町や、入植地を表す語尾を組み合わせたものは、サクソン人の土地所有権を示している。コーンウォールでは、ヘルストンやコナートンのようにトンは、荘園の中心地を示している。 1066年の所有権の変更は、ある外来領主から他の外来領主への変化であり、アルバートンという名前は、ペンザンスの西側、セントジョンズホールから、ラリーガン側の西岸の住宅地までの範囲に残っている。ペンザンスの名前が初めて現れるのは、1284年の巡回裁判の記録簿で、またペンザンスという名前の由来になった教会に関して、 最初に触れているのは1750年に、ウィリアム・ボーレースが書いた原稿で、ペンザンスにある古代の教会は、今は、魚の貯蔵庫となっている。それは小さく、イエスの母、マリアの絵が中にあることを記憶しているとある。教会は、緑色いで作られており、およそ30フィートの長さ、15フィートの幅があり、元の位置に破片のみが残っている。 1800年頃に、教会は、魚の貯蔵庫になった。ダイアントニオス教会のものであると思われる、ラッジバン加工岩でできた貯蔵は1830年頃に、撤去され、豚小屋の壁として使われたが、1850年に、石の顔と荒れた手を気に入った風変わりな人間により、破壊され、記念品として持ち去られるという形で、さらに破壊を受けた。 破壊された彫像の残りは、ある石膏により、一輪車に積み込まれ、教会付属の庭までゴロゴロと運び込まれる、形で、セントメアリーズ教会の庭に持ち込まれた。この彫像の残骸は、セントメアリーズ教会の庭に残されており、歴史家のチャールズ・トーマス教授によると12世紀初期のものとされる。ダイアントニオス教会への寄贈に関しては、 あったとしても伝説に完全に基づいており、信頼できないであろうが、初期の文献はない。聖ガブリエル及び聖ラファエルの教会において、礼拝式を行う許可は1429年に、出ているが、それ以外については1850年に、聖ラフィディに関して出てくる、石膏以外のことは知られていない。この教会に隣接しているのは、1933年に、 名付けられた大アントニオス庭園で、この教会の場所から持ち込まれたとされるアーチが置かれている。港の上のスカイラインを占めているのは、現在の聖マリア教会である。聖マリア教会は1548年の文献に登場しており、そこではアルバートン荘園の領主であったヘンリー・タイズ教によって設立され、司教に4ポンドの宝灸を支給したとある。 1379年に遡るブランティンガム司教がペンサンドの祝福されたマリアの教会で礼拝式を行う許可をしたという文献もある。この時代にはおそらく文会堂として使用されており、マドロンにある教区教会の礼拝への出席に影響を与える日曜礼拝は行われていなかったものと思われる。この時期の居住のさらなる根拠としては、 町のセントクレア地区があり、ここには、セイクレア教会があった。初期の文献としては1584年の、ペンサンスとマダーンの間のハイロードの下にある、教会が存在するというものがある。19世紀初期にこの教会だとされる建物の基礎が、発見され、建物の形がわかるだけ発掘された。この教会に関しては、礼拝式の許可をたどることができない。 セイクレアの名前は、町のセントクレア通りに残っており、この通りはペンザンスとマドロンを結ぶ道路の一部である。またセントクレアクリケット場が丘の上にある。中世の経済市場は、毎週一定の日に開かれており、また、規模の大きな市場も毎年固定の日に開催されていた。省エ領主は、こうした市場の開催にあたって、直居を求める必要があった。 毎週水曜日に市場を開く権利は、エドワード賛成によって1332年4月25日に、タイズ教の姉妹で、ウォリン・ドリールの未亡人である、アリス・ドリールに対して認められた。8月1日の聖ピーター・アド・ビンキュラの祭りに際して7日間続く、市場と、また8月24日のセイバー・ソロミューの祭りに、際して7日間続く市場があり、 校舎がペンザンスで開催されていた。1404年4月8日にヘンリー4世によって、毎週水曜日の市場と、さらに3つの2日間の市場開催が認められたため、その重要性から、この植民地は成長していった。この2日間の市場開催は、無限在の親鳥の祭り、聖ピーターインキャシードラの祭り、聖母、マリア聖誕祭である。 認可の直居場がないため、ペンザンスの不当がいつ建設されたのかは不明である。しかし、1322年にアルバートン商園に対しての調査では、一席あたりにシリングを払う漁船が8隻おり、またマウゼルに12シリングを払うものが特定できない、数いるとある。また商園外の漁師が小屋を借りた場合の8シリングの支払いも定められていた。 1327年の2回目の調査では、ペンザンスでは13席に増加しており、マウゼルでは16席が記録されていたが、両者とも1シリングだけの支払いとなっていた。小屋のチ賃は8、6ペンスで、また17件の借家人が6ペンスずつ払っていた。どちらの調査でも、ペンザンスからは29人の、マウゼルからは40人の選出議員がいたと、記している。 選出議員は個人的な勤務ではなく現金で仮賃を払っており、またペンザンスとマウゼルは町とされていたことを示す。西コーンウォールの居住地の比較は漁船の数に基づいて決められる毎年の支払いで比較でき、コーンウォール購入の1337年の記録では、ポーティアは6ポンド、モースホールは5ポンド、マーカージオンは3ポンド、ペンザンスは12シリング、 ロンデス園では10シリング、ニューリンは10シリング、ポートミンスターは2シリングとなっている。1425年、1432年、1440年には、ペンザンスの船が、北部スペインのサンティアゴでコンポステーラの神殿へ、巡礼者を運ぶ許可を得ている。中世及びその後の時期、ペンザンスは、トルコ海賊にしばしば襲われた。1614年に、 ペンザンスが、直居自由都市の地位を獲得する以前の時期は、この村と、周辺地域は、アルバートン荘園の支配下にあり続け、荘園の課税体系の下にあった。チューダー町、紀千五百七年の夏、ペンザンスは、センペストの流行に見舞われた。ペンザンスにおける全ての出生、死没、結婚が記録されているマドロンの埋葬記録によれば、 前年の死者が12人だったのに対して1578年の死者は155人と大幅な増加を示している。これは当時の村の人口のおよそ10%であると推定されている。ベストは1647年にも再来し、埋葬記録によれば1年の死者数は22人から217人に増加している。 コーンウォールの最西端に位置しているという条件から、ペンザンス及びその周辺の村は、何度も、外国の艦隊に略奪を受けてきた。1588年のアルマダの海戦から数年、たった1595年7月23日、カルロスでアメスキータ率いるスペイン軍が、英仏海峡のパトロールを行い、コーンウォールに兵士を揚陸した。 アメスキータの軍勢は物資を略奪し、ペンザンスを呼び、周辺の村を襲って焼き払い、ミサを取り行った後、イングランド軍と正面から対決する前に出版した。1614年、都市に昇格、ペンザンスが15世紀から17世紀にかけて比較的発展した理由は、おそらく、イングランド王ヘンリー4世が1404年に、 ペンザンスでの市場開催を認めたことに起因しているであろう。ヘンリーパッセイは1512年に港に課税する権利を認め、ジェームズ一世は1614年に都市としての地位を認めた。この直挙上では、市の境界をグリーンマーケットにある市場の十字表から半マイルの円を描いた人工的な線と定めていた。 都市として認められたことにより、州裁判所の管轄から独立することになり、1888年に、衆議会が設置されるまでこの権利が保持されていた。他の特権としては、土地や財産を所有すること、条例違反に罰金を課すこと、罰金が50ポンドを超えない事件を管轄する、市裁判所を設置すること、刑務所を設置することなどが挙げられる。 またこの直挙場では、1512年に認められていた、港への課税権を再確認するとともに、それまで市場が毎週水曜日に開かれていたのを、火曜日と木曜日の週2回にすることも認めた。7回の祭りが認められ、あるいは確認された。国王は、この直挙場で認めた権利の対価として、年3ポンド6シリング8ペンスを受け取ることになって、おり、 これは1832年まで実際に支払われていた。しかし議会における代表権は認められていなかった。ペンザンスのかつての紋章は、先霊者ヨハネの首が大皿の上に描かれ、ペンソンズアンノドミニ1614という名が入ったものであった。死の紋章は、 アージェントの神の小羊の下にアジュールのマルタ十字、上部に、大輪の上向き日本鍵の斜め十字とアージェントの斜め十字に、囲まれた、ギュールズの下向き探検が描かれたものである。都市に昇格してから1年以内に、アルバートン昇園からの本質的な自由を34ポンドと、以降毎年1ポンドを払うことによって買い取った。この年間1ポンドは1936年まで、 払われていた。市場の建物とギルドホールが建設され、1615年に買い取った権利とともに、以降ほぼ2世紀以上にわたって、市の収入源となった。1512年に建設された、最初の不当に追加で、南側の岸壁が1766年に建設され、1785年に拡張された。イングランド内戦の際には、 王道派のジョージ・ゴー・リングやラルフ・ホプトンの軍勢に便宜を図ったことが明らかな理由となってトーマス・フェアファクス率いる議会軍に襲撃を受けた。さらなる土木的な改良としては1759年に貯水池が建設されて通りの公共水道に水が送られるようになったことが挙げられる。ペンザンスは長年マドロンの境界区との関係があった。マドロンの教会は 実のところ、1871年までペンザンスのほとんどの宗教的活動の中心であった。この年に、それまで文海道であったセントメアリーズ教会が教区教会として認められた。この新しい教会が1832年に建設された時から登録自体はされていた。 1755年の津波1755年11月1日のリスボン地震で発生した津波は震源から1000マイル以上離れた高日ュ海岸にも押し寄せた。14時頃、ペンザンスでは8フィート潮位が急激に上昇し同じように引いていった。被害はわずかであった。1801年1848年19世紀が 始まった1801年の時点で、町の人口は2248人であった。10年ごとに行われる人口調査では、1861年に3843人の最高を記録し、他のコーンウォール地方のほとんどと同様に以降19世紀中、ずっと減少して、1901年に3088人となった。 ビクトリアが1837年に即位した頃、ペンザンスは地域の中心としての地位を確立していた。王立コーンオール地質学協会が1814年にペンザンスに設立され、1817年頃に鉱山夫の安全付き棒の導入に責任を負うようになり、これが摂政王大使ジョージ4世の関心を引いて資金提供者となった。 コーンウォールで最初の急難点は1803年にペンザンス市民により購入されたが運行し続けるための資金が不足したため1812年に売却された。不当は1812年に再度拡張され、ジョン・マシューズが1814年にイングランド南西部で初めてとなる小さなカンドックを開設した。 セントジャスト・インペン・ウィスのニコラス・ホルマンは1840年に彼の工場の師匠、不当秋に設置した。これらの設備は、間もなく、気候数が増加していく、蒸気船を支える上で重要であることがすぐに示されることになった。ガス灯が1830年に導入され、古い市場の建物は1836年に解体された。その置き換えとして、 マーケット獣通りの上に1838年にブリストルの W ・ハリス設計による建物が建設された。マーケット獣という名前はコーンウォール語で木曜日の市場を意味するマルガスヤオから来ている。現在はマラザヤンに吸収された近くの村の名前でマーケット獣通りがそこへ通じていたのである。もう一つのペンザンスのスカイラインの主な特徴である。 セントメアリー教会は1836年に完成した。ローマカトリックの教会は1843年に建設されている。この時期からの建物としては他に、チャペル通りに1830年に建設された奇抜なエジプティアンハウスがある。海岸に沿ったプロムナードの最初の部分は1844年からのものである。 1849年1900年1848年の公衆健康法が制定された後、ペンザンスは地域健康委員会を設立する請願を行った最初のグループに属し、その年の9月に請願を行っている。2月の政府の検査官の報告を受けて委員会は1849年に設立され、公衆の健康を増進する多くの施設が、 建設されることになった。報告によれば、多くの道路は、採石舗装などで舗装され、また、毎年10月から3月までは121のガス灯で、町が照らされた。ただし、満月の時は点灯されなかった。6つの公共水道で、水が供給され、53の個人水道もあった。この当時は、下水道は、まだなかったが、 ゴミ収集のカートによって表通りからはゴミの回収が行われるようになった。鉄道の開通ウェストコーンウォール鉄道の終点、ペンザンス駅は港の東側に1852年3月11日に開業したが列車は当初ラドルードまでの運行であった。1852年8月25日にトゥルーローまで延長されたが フリマスと結ぶコーンウォール鉄道と連絡されたのは1859年5月4日のことであった。ウェストコーンウォール鉄道は4フィート8.5インチの標準機を採用していたのに対して、コーンウォール鉄道は7フィート0.25インチの後期を採用していたので、旅客も貨物もトゥルーロで乗り換える必要があった。ウェストコーンウォール鉄道を設立する根拠となった法律では、 他の後期路線と接続されたら、改めきすることを定めた条項があったが、会社はその資金を捻出できなかった。1866年3月1日にこの路線は、グレートウェスタン鉄道及びその関連会社である、ブリストルエクセター鉄道、サウス、デボン鉄道に対して売却された。新会社ではすぐに参戦起準化して、 後期と標準期の両方の列車が走れるようにした。後期の列車はこの年の11月から運行を開始し、ロンドンへの直通列車は1867年3月1日から運行されるようになった。ロンドンのパディントン駅を1892年5月20日10時15分に出発した最後の後期列車がペンザンスに到着したのは、 その日の20時49分のことであった。1076型の1256号と3521型の3557号の2両の機関車が、スーインドン工場へ客車を21時57分に改装していき、それ以降はすべての列車が標準機となった。鉄道により、ブリストル、ロンドン、マンチェスターなどの遠くの市場へ生鮮品を、 運べるようになったことで、地方の農民や漁民は、多くの商品を良い価格で販売できるようになった。特別な生鮮品列車がこの鉄道の特徴となった。この列車は、高速な臨時貨物列車で、ジャガイモブロッコリー、魚など季節に応じた品を運んだ。1861年8月には、この駅から1787トンのジャガイモ867トンの ブロッコリー、1063トンの魚が発送された。果物や花なども輸送された。ペンザンスやシリー諸島などの穏やかな気候は、他より、早くこうした品物を市場へ出荷できることを意味し、高い価格を欲しいままにすることができた。コーンウォールを縦貫する鉄道の完成により、観光客や病人がペンザンスの穏やかな気候で過ごすことが容易になった。 ビーチでの水着への着替えをするレンタルのカニコ室の宣伝は1823年には見られ、街はその快適さ、空気が健康に良いこと、自然が美しいことなどで有名になっていた。街の最初の公式ガイドブックは1860年に発行され、海辺のクイーンズホテルはその翌年に開業した。ホテルは大盛況で、 1871年と1908年に拡張されている。港の改良鉄道が建設されているのと、同時期、港に対しても、さらなる改良が行われており、港の東側に2番目の埠頭として、アルバート埠頭が1853年に完成して、さらに船積みを改善した。そして、旧埠頭に灯台が1855年に建設された。 シリー初島蒸気船会社が1858年に開設されて SS リトルウェスタンという蒸気船を初めてこの航路に就航させた。1870年にはウェストコーンウォール蒸気船会社がこの航路に参入し、翌年シリー初島蒸気船会社を買収した。1853年、王立救命艇協会が救命艇を一隻。 この町に配備した。これは1812年以来のことであった。ペンリー救命艇基地を設立する最初の段階として、ワトソンクラスのエリザベスブランチが入林に移管された1908年まで救命艇の基地があった。プロムナードそばのジェニングス通りに1885年に建設されたボートハウスは王立救命艇協会の活動を宣伝する。 目的で今も使われている。カンドックや工場などがあることから、ペンザンスは、東大や東大線の修理を行うトリニティハウスが、西部の基地としており、スタートポイントからトレボース岬までを担当している。これは1866年10月に港に隣接して開設され、その部位収納庫は、トリニティハウス国立東大博物館となったが、2005年に、 閉鎖されている。新駅の内部、ペンザンス港、改良1875年に、地元の新聞はこの駅のことを、最も汚らしく最も隙間風のひどい、巨大な犬小屋であると評した。しかし一連の工事により町のこの部分は1880年代を、通じて改良されていった。 当初の駅は建て替えられ、現在の駅舎とプラットホームを覆うワイヤが1880年にできた。マーケット中通りの下場は拡張され、駅と港を結ぶ新しい道路が、ロスカ道橋によって建設された。これにより適切に、下水道をその下に建設することができるようになった。さらに大きな間ドックがマシューズによる、元の施設を1880年に置き換え、 干潮時でも内部に水をとどめられる拷門を備えたフローティングハーバーが1884年に建設された。岬の周辺では公衆浴場が海岸に1887年に開設され、亜熱帯植物の植えられているモラブガーデンズがその2年後に開設された。さらに1897年にはここに野外ステージが設置されている。 1901年の町の人口は3088人であった。10年おきの人口調査では1921年に2616人になるまで継続的な人口減を記録している。その後人口は1931年に4888人、1951年に5545人と増加し、30年間で2倍以上となったことになる。 この時点で過去のどの時期より人口が多くなっていた。人口調査の境界が1981年に変更されたため、現在の人口と直接比較できる数字ではない。プロムナードに沿って乳輪と結び、そこからライトレールとしてセントジャストまでを結ぶ路面電車の構想は1898年に承認を得られずに終わった。その代わりに、 バスの運行が1903年10月31日から始まった。このバスはペンザンスとマラザイアンを結んでおり、グレートウェスタン鉄道による運行であった。この会社の最初のバス運行からわずか11週後のことであった。これは年末までに16,091人の乗客を輸送して成功であるとみなされ、翌春ランズエンドと、 セントジャストへの路線も開設された。こうした路線網が現在この地域にバス網を運行するファーストデボンコーンウォールに発展し、今でもペンザンス駅の脇をターミナルとしている。カンドックは1904年8月25日に1840年以来ペンザンスで事業を行ってきた会社である N ホルマンサンズに売却された。 新しい工場が1930年代に建設され、施設はシリーへのフェリーや、その他の商船、トリニティハウス、イギリス海軍や王立海上予備軍などによって使用され続けた。1951年にファル川のキングハリーフェリー向けの新しい船が古い、上陸用集艇の流骨を利用して建造された。 蒸気タグボートのプリムローズは1963年に建造されている。鉄道の駅を拡張するために1930年代に13万4000ポンドかけてアルバート不頭の脇が埋め立てられた。1880年の駅舎は保存されたが、さらに生鮮品や観光客の輸送増加に備えて新しいプラットフォームと側線が建設された。1950年に 新しい野外ステージがクイーンズホテルの向かいに建設された。そしてパビリオン劇場がそのそばに1911年に屋上庭園とカフェを備えて開設された。1904年7月1日にグレート、ウェスタン鉄道はコーニッシュリビエラ急行の運転を開始し、それまでの最速列車より所要時間を2時間短縮して、 ロンドンパディントン駅との間を7時間で結ぶようになってペンザンスへの旅行がさらに便利になった。2007年時点ではこの列車はパディントンを10時5分に出発して5時間5分を要している。鉄道会社は駅で販売する絵葉書や毎年発行のガイドブックで観光の宣伝を行った。このガイドブックはザコーニッシュリビエラという本で その中で作家のピーター・マイスは、ペンザンスのことを、コベントガーデンの郊外とも言うべき地区で、大きな漁業の中心である。港では、いつも何かが行われていると描いている。1923年には、新しい道路が、港とプロムナードを結び、1933年に、セント・アンソニー庭園が作られ、2年後その向かいに、ジュビリー水泳場が作られた。 観光客はこれによりペンザンスからニューリンまでの海岸全域を楽しむことができるようになった。ロンドンとランズエンドを結ぶ幹線道路 A30 が主要道路でペンザンスの東およそ1マイルのところにあるチーアンモーアラウンドアバウトを通っている。A30 はペンザンスの北側を迂回してランズエンドまで田舎道となる。ペンザンスからロンドンまでは 約275マイルであり、車で5時間ほどである。ペンザンス駅は、マーケット中通りの東端にあり港にも近い。イギリス本土の鉄道網では最南端に位置している。また、高日種本線の西側終点駅でもある。マラザヤンまで海岸沿いを走り、セントマイケルズマウントやマウンツワンの良好な景色を、楽しめる。大多数の列車は、 ファーストグレートウェスタンが運行しており、セントエス駅、セントアイブス駅、ヘール駅、キャンボーン駅、ラドルード駅、トゥルーロ駅などへの各駅停車や、プリマス駅、エクスターセントデイビッド駅、ブリストルテンプルミーズ駅、レディング駅、パディントン駅などへの直通列車などが運行されている。ナイトリビエラは、ロンドンやレディングと結ぶ夜行の寝台列車である。列車の所要時間は、 プリマスまで2時間以下、ブリストルまで約4時間、ロンドンまでは5時間30分以下である。クロスカントリーは、ブリストル、バーミンガムニューストリート駅、マンチェスター経由グラスゴーセントラル駅行き、よびブリストル、バーミンガム、リーズ駅、ヨーク駅、ニューカッスル駅、エディンバラウェーバリー駅経由ダンディー行きの列車を、少数のみ、朝に出発し夜に到着する形で運行している。 所要時間はバーミンガムまで5時間30分弱、グラスゴーまではほぼ10時間である。バスターミナルは駅に隣接しており、ここから、ナショナルエクスプレスグループが、ロンドンヒースロー空港経由ロンドンビクトリア駅行きの、バスが所要時間約9時間で運行している。ファーストデボンコーンウォールが運行するバスが、トゥルーロ、セントアイブス、セントジャスト、 セントバーヤン、ランズエンドなどのコーンウォールの主要な集落及び、デボンのプリマスなどを結んでいる。ウェストグレーハウンドのバスも北コーンウォール海岸の、いくつかの場所へ、少数の便を走らせている。ペンザンスのヘリポートを、シリー諸島へ向けて離陸するシコルスキー S-61、エコーブラボー、2006年8月、ペンザンスコートシリー諸島を結ぶフェリー。 シロニアン3が運行されており、旅客、貨物ともに輸送している。所要時間はおよそ2時間40分である。ブリティッシュインターナショナルヘリコプターズが運行するヘリコプターの便がペンザンスヘリポートとシリー諸島を結んでいる。所要時間は約20分である。またスカイバスエアラインサービスの運行するバスがランズエンド空港からシリー諸島まで 約15分で飛ぶシリー諸島スカイバスに接続している。このバスは駅から出ているがバスターミナルではなくタクシー乗り場の近くを発着する。12月にはこのヘリポートからマウゼルやニューリンの上空を飛んでクリスマスの夜景を楽しむ短時間のクルーズフライトもある。イギリスに11しかないヘリポートの一つである。 41マイル離れたところにニューキー空港があり、ロンドンガトウィック空港、ロンドンスタンステッド空港、ダブリン、コークなど多くの空港と結ばれている。ペンザンス市政府の行員、1614年から1934年まで、紋章の代わりとして用いられた、現在は市長の印象である1934年まで、ペンザンス市は都市部のみを指していたが、 それ以降近隣の集落、ニュリンマウゼル、ガルバル、ヒーモアを含むようになった。ペンザンスの行政区域は2004年に2002年の法改正に基づいてさらに拡大され、かつてラッジ版行政区域の一部であったイースタングリーンが含まれることになった。1974年にペンザンス市は廃止となって、まずペンザンスチャータートラスティーズに置き換えられ、 1980年からは、ペンザンス議会に置き換えられた。現在、ペンザンスを含む地方自治体は、コーンオールカウンシルとなっている。このカウンシルの選挙のために、ペンザンスの行政区域からは、ペンザンスイースト、ペンザンスセントラル、ペンザンスプロムナード、ヒーモアガルバルニューリンマウゼルの地区を代表する6人を選出している。ペンザンスの タウンカウンシルでは、政党登録の制度はないので、議員はグループを構成せず、理論的には個別に行動することになっているが、実際の2009年8月22日現在の、政党構成としては、無所得10人、自由民主党8人、メビオンカーノを1人、決意日である。ペンザンスでは、毎年5月にペンザンスタウンカウンシルの議員の中から市長を選出する。 市長にも所属政党はあるものの、その地位は概ね儀礼的なものである。ペンザンス港とその周辺の空撮画像ペンザンスの経済は、多くのコーンウォール地方の自治体同様に、伝統的な漁業、工業、農業などの産業衰退に苦しんでいる。現在ではペンザンス経済は、軽工業、観光、小売りなどの産業で構成されている。 しかしこれも他の自治体同様に、家賃は比較的高く、賃金は安く、失業率は高いままとなっている。住宅価格は10年間で274%上昇し、イギリスで最も高い上昇率であった。今は、ペンザンスの行政区域内である、ニューリンの漁港はいくらかの雇用元であるが、過去30年間にわたる。 漁業衰退に大きく影響を受けている。2004年の貧困統計では、ペンザンスでは3地区が、失業率上位10%とされ、ペンザンス、イースト、ペンザンス、ウエスト、ペンザンス、ウエストとなっている。この行政区域の家庭のうち、18から31%が、貧困家庭とされている。またペンザンス、イースト地区は、コーンウォールで、最高の失業率であり、 15.4%とされている。ハンフリー・デイビーによる工業発展への貢献の後、甲府協会はペンザンスで鉱山学教室を開いた。この地域の工業が複雑化していったことから、1890年にペンザンス工業科学学校が設立された。 この学校は1910年まで鉱山学を教え、キャンボーン及びラドルユードの工業学校と合併して、キャンボーンの金属工業学校となり、現在は、キャンボーン工業学校となっている。この学校は現在は、ファルマスにあるコーンウォール連合大学トレマフキャンパスに移転している。1663年からペンザンスは、コーンウォール工業の代表で地域の鈴鉱山からの、 税金収集を担当し、176年間、この地位を保持していた。ウィリアム・プライスによる1788年の本、ミノラ・ロヘア・コルヌビエンシスによれば、ペンザンスは、リスカード、ロストー・イージエー、ヘルストンの町を合わせたよりも多くの鈴を高価に、鋳造していた。また、ペンザンスには、ウェリータウンと呼ばれる地域に隣接する、町の沖に、海底鉱山を持っていた。 このウィールウェリーと呼ばれる鉱山は1778年から1798年までと1836年から1840年まで採掘された。トーマス・カーティスという名の57歳の貧しい鉱夫によって開発され、深いところではとても豊かな交渉を持っていたとされる。海岸とは木造の橋でつながっており、鉱石は手漕ぎ棒と運搬されていた。 1798年にアメリカの船がリ林近くで怒りを切って橋に突っ込んできたことによって鉱山は大きな被害を受けた。その後、採掘の試みは利益を上げることができなかった。19世紀から1912年まで、ペンザンスにはコーンウォール最大の鈴精錬工場があり、ボリソケによって運営されていた。この精錬工場はチャンダーにあった。 この工業による富が集中していたため、ペンザンスは商業銀行の中心となった。ボリソ銀行とペンザンス銀行が二大銀行であったが、後者は1896年に破綻した。ペンザンスの協会ハンフリー・デイビーの像と、ペンザンスマーケットハウスペンザンス行政区域は、広範囲がペンウィス地域計画で保存地区に分類されており、 特別な計画法に従うことになっている。現在の保存地区は、ペンザンス市街中心のほとんどと、ニューリン、マウゼルの歴史的な港湾地区となっている。多くの常ジ町時代の建物が現存している。しかしながら、市街中心部の大半の建物は、多くの時代の混在であり、かつてのパール保険ビルのように20世紀の建物もある。 詩人のジョンベ・チェマンは1963年に以下のように言っている。ペンザンスはその魅力をだいぶ壊してしまった。狭い中心部でマーケットホールを取り囲んでいた古い家は取り壊され、パール保険ビルが代表的な例であるが、現代の三流商業建築により街はスラウのようになってしまった。ペンザンスには三つの大規模な公共住宅がある。 ペナルバーン、トリニーアとアルバートンのプリンセスロイヤルである。この地区のほとんどの家は、ペンウィス住宅協会が所有、管理している。アネッタイノモラブ庭園には、多くの木々が集められており、イギリスの他の地区では、屋外で育てられないものばかりである。ペンザンスのジョージ長期のテラスや家は、町の一部の地区で、一般的である。ペンザンスの、 かつてのメインストリート、チャペル通りには、エジプティアンハウスや、ユニオンホテル、ブランウェルハウスなど、多くの特徴のある建物がある。ジュビリープール他に興味深いものとしては、海沿いのプロムナードや、露天の海水プールであるジュビリープールがある。これらは20世紀初頭のペンザンスの繁栄期におしゃれな、シーサイドリゾートとして作られたものである。プールはペンザンス市の儀式。 エフラサムによって設計され、1935年のジョージ5世位即位25周年の年に開業した。ペンザンスのプロムナードは何回か部分的に嵐で破損している。近年の例としては、1962年3月7日にプロムナードの西側の広い範囲がひどく損傷した。ペンザンスの郊外にはマナーハウスのトリーブハウスがあり、 現在は宿泊とイベント開催に用いられている。ペンザンス行政区域内にあるペンリリクアリーは地理的な学術研究重要地域に指定されている。ペンザンスには2つの公立普通科学校とイングランド国教会による私立学校がある。ボリソスクールはそれ以前にあったセントクレア学校が財政破綻した後1990年代初頭に設立された。 16歳以降の教育については、かつてのペンザンス女子グラマースクール、ハンフリー・デイビーグラマースクールの第6学年をもとに1981年に設立されたペンウィス・カレッジがある。ペンザンス行政区域には8つの小学校がある。この中には2006年にペンザンス小学校とレスキュ・ジャック幼児学校から新しく設立されたペンザンス小学校もある。 また、行政区域内には、ナンシールバーンという名前の特別教育学校もある。1991年以降、毎年6月にゴロワン祭が町で開かれている。1930年代以前は、ペンザンスは、大きなメーデーのイベント会催地で、そこでは、地元の子供たちが、鈴製のラッパや笛を作り鳴らしていた。 2008年5月4日に小規模ながらこの監修の再現が行われた。成人歴の生態の祝日もペンザンスでは祝われている。成人歴の祝いは長く続いている監修であり、現在はより伝統的な形態を復元する試みが行われている。2005年のゴロワン祭でスピーチを行う市長と、モックメイヤーコーンウォールにおけるハロウィンである、アランタイドも人気がある。 こうした習慣の多くは、地元の古物収集家であるマーガレット・コート・ニーによって記録され、伝統的なコーンウォールの文化活動の歴史的な観点に影響を与えている。2010年10月に、初めての音楽と芸術の祭典、ペンザンス・プロムスが開催された。毎年12月には、コーンウォールのクリスマスの監修を再現した芸術イベント、モントール祭が開催される。 ペンザンスはギルバート・アンド・サリバンによるコミック・オペラペンザンスの海賊に出てくる海賊の本拠地である。1879年に台本が書かれた当時、ペンザンスは平和なリゾートの街として人気があり、その街が海賊に襲われるというアイデアそのものが面白いものであった。ペンザンスにはかつてのメソジスト教会の敷地にアコムアーツセンターがある。このセンターは 劇場、映画、ダンスミュージック、キャバレーなどの複合施設で公的資金が一部投じられている。サボイは街の中にある映画館で1912年にもともとはビクトリアホールという名前で開設された。ペンウィス映画協会という芸術映画の協会が提供する映画活動の舞台の一つである。通説ではイギリスにおいてもとも古くから使い続けられている。 映画館である。第二次世界大戦前までは、少なくとも、さらに三館の映画館と二館の劇場があった。このうち、パビリオンシアターは、娯楽用のアーケードになっている。ペンザンスには、ニューリンアートギャラリーの2007年に開設された、新しい施設、ジエクスチェンジがある。ペンザンスにはまた、ニューリン派のメンバーによる絵画のコレクションで有名な、美術館。 博物館であるペンリーハウスがある。他のコーンウォール地方の町と同様メソジストが主流のキリスト教宗派である。1980年代以前はペンザンスには6つのメソジストの教会があったがチャペルストリートとハイストリートの2つに減少している。周辺の村のほとんどにもメソジストの教会があり、入林には教会兼コミュニティ施設としてよく利用される。 多目的のザセンターを運営しているトリニティメソジストも入林にある。ペンザンスにはまた、旧西軍の拠点、ローマカトリックの教会、英国国教会の2つの教区教会、キリストアデルフィアン派の会合ホール、2つの福音主義、教会、自然崇拝、バプテスト教会、仏教の瞑想団体などがある。 セントメアリーズ教会は1832年から1835年にかけて建設され、現在は閉鎖されたセントポールズ教会は1843年に、そしてセントジョンズ教会は1881年に建設された。ペンザンスはかつてはマドロンの教区であり、セントメアリーズ教区は1871年に、 そしてセントポールズ教区は1869年に設立された。二つの中世以来の教会はイギリス宗教改革以前から存在していたことが知られている。ペンザンスはコーンウォールで最も成功したラグビーチームコーニッシュパイレーツの本拠地である。2005年にイングランドのラグビートップリーグであるプレミアシップに入るための試みとして トゥルーロに移転し、ポーニッシュパイレーツと解消した。2006年にキャンボーンラグビークラブのホームグラウンドに再移転し、2010年にペンザンスのメンネーフィールドに戻ってきた。2010年から2011年にかけてのシーズンでは、イングランドラグビーのトップリーグへの昇格をかけた、プレイオフでウスターウォリアーズに敗れた。また、ペンザンスには、もともとは、 プロのコーニッシュパイレーツでプレーできない選手のために1999年に設立されたマウンツベイ RFC の本拠地でもあった。このチームは8シーズンで7回昇格をし、イングランドラグビーの3部リーグまで到達したが、2009年に財務上の理由で解散した。パイレーツアマチュアズ RFC はコーンウォールリーグ1において最初のシーズンは2位で、 トリビュートコーンウォール、デボンの2011年から2012年シーズンに昇格した。またこのチームはコーンウォールクラブスカップでも優勝している。サッカーのペンザンス AFC はカールスバーグサウスウェストペニンシュラリーグプレミアディビジョンでプレーしており、ゲリー・マークスチーフコーチ、ウィンクインキャプテンで運営されている。その二軍チームは ジョリーズ・コーンウォール・コンビネーションリーグでプレーしており、アラン・スペンサー・スミスにより運営されている。ペンザンスは、コーンウォール・カンチ・サッカー協会の現行制クラブの一つでも、あった。かつてのイングランド、サリーのクリケット選手、ジャック・リチャーズはペンザンス出身であった。彼は8回テストマッチでプレーし、1986年のオーストラリアとの対戦、ジア・シズの時は、 イングランドのウィケットキーパーを務めた。彼はクリケットをハンフリー・デイビー・グラマースクールを呼びペンザンスクリケットクラブで習得した。クリケットクラブは1829年に設立され23回優勝したコーンウォールで最も成功したクラブである。このクラブは現在コーンウォールクリケットリーグの2部リーグでプレーしている。 マウンツベイ・ハイアーズは2005年に設立されたトライアスロンとランニングのクラブでヒーモアのマウンツベイスクールを本拠地としている。このクラブの選手はコーンウォールの多くのロードレースやトライアスロンに参加するだけでなくその他の地方のレースにも出場している。ミニトランサット6.50体西洋オー横断ヨットレースは1977年の 開始から1983年の第4回競争までの間、ペンザンスから出発していた。地元の新聞、ザ・コーニッシュマンは1週間に1回発行される。テレビ局の ITV 及び BBC、ラジオコーンウォールは、町に小さなニューススタジオを持っている。地元のコミュニティラジオ局、ペンウィスラジオはこの町に本拠を置いており、現在はオンライン放送であるが、 2014年に FM 放送を開始する。独立地方局のパイレート FM は、ペンザンスにおいて FM の 102.8MHz で受信できる。マラザイアンからペンザンスにかけての一体が主に湿地帯であった頃、人々は、ある白人女性のためにイースタングリーンを通るのを避ける傾向にあった。この女性は馬に飛び乗ってきて、 チャンダーのレッドリバーのところまで同情してきたという。彼女の正体やこうした怪奇現象の理由はよくわかっていない。チャペルストリートのウィリアム・リチャーズが彼女を見かけた最後の人物であるとされている。著名な科学者、ハンフリー・デイビー・ペンザンスは多くの有名人の出身地で、例えば女優のタンディ、ニュートン、モデルのジーン・シュリンプトン、 クリケット選手のジック・リチャーズなどが挙げられる。ほぼ間違いなく、ペンザンスで最も有名な人物といえば、ハンフリー・デイビーである。また有名な小説家、ブロンテ姉妹のシャーロット・ブロンテ、エミリー・ブロンテ、アン・ブロンテの母親、マリア・ブランウェルの出身地である。ペンザンスは有名な科学者、ハンフリー・デイビーの出身地である。デイビーは、王立協会の会長を務め、 電気分解を発明し、ナトリウムを管理した最初の人物であり、正気を発見し、マイケル・ファラデーと共にダイヤモンドが純粋な炭素からなっていることを証明した。また交付用の安全ランプ、デイビーランプの発明者である。彼の聖火の近く、マーケット柔通りの上にデイビーの像がある。ペンザンスにある中学校の一つにも名付けられている。ペンザンスで、 科学機材の製作を行っていた、ロバート・ダンキンはデイビーに、科学の基礎を教えた人物であった。ペンザンスの姉妹都市は、以下の通りである。1967年から1974年までと2009年4月1日、以降は、ドイツのクックスハーフェンとも姉妹都市である。1974年から2009年までの間は、姉妹都市名約は今はなくなった。 ペムイス地区と結ばれていた。ありがとうございます。